ダーミシー、はるか、ことね、私たちはチェコでーす。はい、ということで今日はお寿司100貫を食べていきたいと思います。いやもうね、私たち結構食べるの好きだから、うん、まあ、みんなええと思うかもしれないけど、私たちにとっては幸せ企画でございます。そうなんです、苦しくないです、はい、そしてね、お寿司大レスティマンのはるかちゃんがいるので、そしてね、お寿司大になって山田ちゃんもいるのでそこは足し算引き算でやっていきましょう。ということでレッツチェコプラスシロでございます。え、お寿司のネタだったら何が好きなんだっけ。エビとサーモン。エビは好きだね。刺身系があんまり食べれなくて、マグロ、中トロ、南トロとかそういうのが食べれないんですよ。こういう人たちがもうすごいね。卵とかがもう好きで、うん、卵が大好き。いただきます。いただきます。なんか最近結構いろんな人がさ、ディズニーのチュロスをさ食ってるじゃん。あ、でディズニー行きたいなって思うんだけど、まずピーかランドかってどっち派。シー派です。うちもシー。子供の頃はランドめっちゃ好きやったけど、今は断然シー派です。うん、なんて言ったってアリエルがいますからね、シーには。え、アリエルが好きなんだっけ。うん、なんかアリエルのワールドみたいなとこあるじゃん。うん、あるね。あそこマジで幸せ空間。あのさ、あれさ、何こういうとこあるよね、ジャンプ、あ、ポワンポワンするの、うん、あるある。あれやってみたいんだけどさ、いつもどこにあるか分かんなくてそれできないんだよ。アリエル実写版出てないよね。アリエルは実写版でも出るって噂されてるんだよ。うん、ちょっと怖くない、アリエル。うん、アリエルのさ話さ、あんまりうち分かんないんだよ。怖いよ怖いよ怖いよ。特にアースラーの場所どういう感じだ。なんだっけ、最初人間だった、違う人魚。うん、人魚なの。うん、人魚。うん、なんでだっけ、忘れちゃった。ちょっと内容ちょっと昔すぎて見るの。海に遊びに来たんだよ、エリックが。うん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 、それで出会って、なんかエリックを助けたんだよね。うん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 、うん、あ、そうそう、助けて、そしたら人間になれたんだよ一回。足、それは違くない。え、足あった夢。あの子に頼んだんだよ、悪い人に頼んだんだよ。あ、そうだっけ。声を失う代わりに。今はる何分目。6あっち。一気に来るね。好きなネギトロ食べますけど、ネギトロ。自分がさ、もしさ、技を使えることなんじゃないんだけど、魔法の杖を持つことはできるしね。一個だけ特殊なやつ。あ、時間を止める。何するの。時間を止めて、好きなことして、時間を戻してやるべきことをやる。あ、最高じゃん。うん、魔法は、透明人間になる。うわ、怖っ透明人間だって何すんの。それでいろんな好きなことやる。みんなが知らん間にな。服とかいっぱい。え、服とかいっぱい何。服とかいっぱい。今もがいてるね。この人です。警察だ。警察だ。はるかは相手の記憶を消す。怖っ。結構怖いこと。それでそれ。どういうこと、どういうこと、何言ってたの。自分が例えば転んじゃった時恥ずかしいから、こうやってやったら間の記憶消えるみたいな。自分がさ、プリキュア みたいな人たちだとすんじゃん、うん、悪者がいて、うん、自分は特殊な能力持ってるとしたら何を得意にした。いや、最強のやつがいいよね。こういうのも、あの、プリキュアとかだったらさ、なんかこうやってたら勝つみたいな。ないか。そんな強い人いる。あの、この人もいるよね。なんか、こうちゃんの瞬間寝ちゃうとか。ねえ、そんな人いる。寝ちゃう、寝ちゃう、寝ちゃう。これがやられ、もうやられる、これで。これで、あれこれで、これ。技作ろうよ、技。あの、こうやってやったら目が上がらなくなっちゃうの、よくない。こっちは目が上がらない。やり方なんだよ。はい、やり方。目が上がらない。なんかさ、これが進む食べ物ないの他に。なんかさ、今の話しちゃった。言わないで、言わないで。怖い。クジラとかすごいなんか思うね。だから美味しく食べよ。うん、大切にね。うん。さ、食べてみようかな一個。うん。
食べてみて。ネギトロならいけるかもね。どう無理しないで。どうしよう、ボンニャボンニャでも、あのボンニャとはなるよ。マジ食感で。じゃ匂い嗅いでいい。信じてる、はい、今未来の扉を開けるとき I believe in future 信じてる今あるいママと二人で釣りに行ったさ。あ、いいよいいよ。物語をすぐ作らないといけないゲーム。ある日ママと二人で魚釣りに行ったさ。その時釣った魚がこんなにでかかったよ。パパパパパパパグイングイン、でかいでかい、そして光ものすごいよ。グイングイン、ウロコもでかい、そして食べるの大変。はいはい。ある日ママと二人でカフェに行ったさ。私はココアが飲みたい、だってだって美味しいもん。はい、クインクインコインコイン、クインクイン、クインクイン、お金がない、お金がない、クインクイン、ママコイン貸して100円を借りました。ここのお店はなんだかちょっと不気味な雰囲気。もいもい。じゃあグリングリンの替えバージョンから行こう。ちゃ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 、不気味な雰囲気。はい。クライクライ、部屋の明かりとても暗い。クライクライと泣いている人がいるよ。好きなのに。せーの。いただきます。油。ごちそうさまでした。ということで無事に夜間食べきれました。この動画が良かったと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。お願いします。そして各 SNS のフォローの方もお願いします。お願いします。ゼゴでした。バイバーイ。はい、本日もご視聴いただきありがとうございました。寿司100貫無事に食べきったんですけれども、いろんな話をしてとても面白かったです。ちょっとね、本編には載せきれないほど面白かったんですけど、セカちゃんチェゴリハウスの方にあるので皆さん見てください。バイバーイ。